ドスクベルボー。はい、どうもこんにちは、僕くんゲームでございます。ということで今回、動画の方やっていくんですけど、今回はねプレゼント企画の当選発表の動画でございます。はい、ということで今回まあ前半の部まず5名ね、早速発表していきたいと思います。いきますよ。まず1人目、ウザインボルトさん、おめでとうございます。ベス入りガチャ引きたいですね。 iTunes カード欲しいです。ということでおめでとうございます。2人目、りょうさん、おめでとうございます。 iTunes カード当たりますように。ということでね、本当におめでとうございます。そして3人目、これですね、ケンケンさん、おめでとうございます。やっと来たこれ、ということでね、おめでとうございます。4人目、サクパンさん、おめでとうございます。 iTunes カード欲しいということでね、おめでとうございます。最後ラスト、セレッソ大阪とハンドボールさん、おめでとうございます。ヤッホーということでね、はい、皆さん、今回ね、当たった5名の方、本当におめでとうございます。ということでね、今回当たった5名の方にはね、僕からね、メッセージを送ります。はい、YouTube のメッセージ機能でメッセージを送って、まあまあ、そこで返信をしてもらって、やり取りできればと思います。で、今回ね、1週間、一応期限はね、まあ僕は8月18日、この当選発表の動画の、出した日の、まあ、8月18日のうちにはね、ぜひね、メッセージをね、送りたいと思ってるので、まあ、そちらに1週間以内にはね、ぜひ、1週間以内にね、返信くれればね、いいと思います。もしね、1週間以内で返信がない場合は、また、新しい人、に、当選券が回るかもしれないので、ぜひね、そこは今回の動画、まあ、見てすぐ、まあ、メッセージ来てないかどうか確認してね、返信してやり取りしてもらえればと思います。なので、もう一回言いますけど、大事なんですけど、ここは。今回当選した方で僕はメッセージを送って、1週間以内に返信がね、来なかった方は、取り消しになって、また違う人に、当選券が行くかもしれないのでね、ぜひそこは、しっかりよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今回前半の部ね、5名の方、当選しましたが、またね、明日の動画からが、まあ、プレゼント企画のね、詳細の動画もね、また2週間前ぐらいに出したやつか、概要欄に貼っておくんで、まだご覧になったことない方はね、あと、詳しくもう一回知りたいという方はね、ぜひそちらご覧になってください。また、後半の5名、8月19日から8月31日がね、プレゼント対象動画の期間になってるんで、まあ、そちらにね、チャンネル登録とコメントぜひしてもらえれば、応募できるのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで今回は、まあ、短い動画でしたが、本当に、当たった方はおめでとうございます。また後半も5名当たるんで、ぜひ皆さん応募してみてください。ということで今回はこの辺で動画終わって、また次回やっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらね、チャンネル登録コメントの方もぜひぜひよろしくお願いします。まあ、この動画はね、当選発表動画なので、後半の部の当選発表の対象外にはなって、プレゼント対象動画にはなってないんですけど、ぜひね、コメントとかもしてもらえたら嬉しいです。ということでまた次回会いましょう。明日からがまたプレゼント対象動画の期間でございます。さよなら、バイバイ。